ここはどこでしょう。西立川駅の中華料理屋さん。銀星さんにランチに来ました。さすがお昼時、混んでます。店内はテーブル席、カウンター席、あと座敷もあるんですね。店内広めです。お冷やをいただきました。この角グラス、取っ手がないんですね。初めて見ました。乾杯。お水ですけどね。夏の甲子園が始まりました。高校球児頑張れ。さてメニューは、ご飯物と定食です。中華麺に飲み物、冷やし中華やっています。エビと卵炒め定食750円。中華の定食って本当にコスパいいですよね。プリプリエビとふわふわ卵、ニラが味を引き締めます。このスープはきっとラーメンに使用しているやつ。いただきます。ふんふんします。お味はいかがでしょう。うん、どんぶりご飯はたっぷり入っていて、嬉しいような、育って困るような、残さずいただきます。きたーは、チャーハン。町中華の王道メニュー、チャーシューチャーハン600円。付け合わせは同じくラーメンスープ。出来たてなので湯気が出てます。いただきます。おお、これはシンプルでどこか懐かしい味わいです。チャーシューチャーハンという名前の割にはチャーシュー少ないような。お隣のを奪え。エビと卵、もぐもぐ、うん、中華三昧、満足です。ごちそうさまでした。完食です。また来ます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンいただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。おしまい。